はい、おはようございます。ゆりゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。雨が降りそうっていうか、やろうとしてて雨が降って中止して片付けて、じゃあと思ったらまたね雨が止んだので、今のうちにと思ってねバタバタやってます。ということでね、すいません、急いでやりたいなと思います。いつもね、ご視聴ありがとうございます。そしてジャーキーね、など送っていただきまして、本当にありがとうございます。今回ですね、要件更新というところで来ておりますので、ね、こちらね、こちらから行きましょうかね。どの方もすみません、もうちょっとお待ちくださいね。こちらね、稲葉のチーズ味の焼きささみということですね。これすごいですね。いっちゃいますかね。6本入ってるんですね。まあ、2本ずつということでしょうかね。ありがとうございますね。じゃあ、早速いっちゃいましょうね。ちょっと雨が降りそうなんでね、もう急ピッチ。わっ、これちょっとあれやね、水分ある系やね、これ。水分ある系。ある系って言ったら、水分がありますよね。え？もう食った？え？え？これ、いいかも。ありゃ！もう娘とやらんばい、もう。遠いんやけ。もういい、やらん。もう遠い。もう遠いんやけ。もう手が痛いんだよ、これ。カメラの画角的にね。もうちょっと遠いんよ。もうしょうがない。はい。食べな、食べる、食べな、食べん。ありゃ大変だよ。もういいって、カミンちゃんも。もう遠いんやけ。もう、ちょっと遠いんよ。もういいって、もう。よし、ちょっと遠いんよ。もうさ、ちょっとすいません、これこのジャーキーが悪いんじゃなくて、僕の都合でね、すいません、ちょっと遠くてすいませんね。もういいって、もう汁はいいって。こちらはですね、すいません、ランナー46さんです。いつもありがとうございます。家臣が猟犬に戻るまで、1ヶ月を切りました。山を駆け回る家臣は楽しみですが、猟の勘が戻るまで無理をしないでください。いつもありがとうございます。ね、まさしくその通りでございます。ね、もう家臣はいいって、もうペロペロペロの豆にいいって。いや、ほんとね、まさしくそれで、こう、ちょっとね、やっぱり足をね、かばってる。っていう風な歩き方するんですけれど、山では問題ないと思ってます。こんな大きい袋でね、いただいております。で、こちらはだんだん465さんからいただいております。ありがとうございます。で、こんな感じだな。小分けしてありますね。350g が2袋っていう感じです。こんな感じです。これこそね、チュロスっていう感じじゃないですかね。こんな感じでね、余った分保存できるような感じになってますね。すまねえ、すまねえ、ちょっと遠いんよね。はい。で、そう。で、まさしくね、何回言ってるのかなって感じですけど、まあ、その通りですね。前回、最終日ですよね、アキレス切られまして。で、そのままね、戦線離脱しましたと。で、まあ、今回、山へ入れてみないと、まあ、はっきりと何とも言えないところではあるんですけれど、それがね、こう、なんて言うんだろう、こう、ある意味、いい、まあ、体験につながって、で、慎重にね、イノシシに対してやってくれればいいんですけれど、なんかね、僕の感覚的にね、また行っちゃいそうな気がするんですよね。ですので、まあ、どういったことになるかは、はっきり言って入れてみないとわからないというところなんですけど、やっぱり、今までね、やっぱり、分団長としてね、まあ、頑張ってくれたところもありますしね、やっぱりエースとしてね、まあ、他の両手の方はどう思ってるかわかんないんですけど、まあ、エースとしてね、ポロ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 、ばあちゃん！ほんともう、エースとしてね、まあ、頑張ってくれていたわけですから、ね、まあ、どういった感じにね、
なるのか、楽しみなところでもありますよね。ちょっと今ちょっと痛かった今、はい、ちょっと痛いよね、アスカは。そういうのなんよ。そういうちょっとペロンチョ的な感じなんよ。そうなんよ。そう、トイレに。なんか届かんの、はい。そんな感じですね、本当に。リキとね、こう入れたいなと思ってますしね。で、リキがね、どんな感じで動きを見せるのかっていうね。それも非常に楽しみです。ね、どういった形になるのか。家臣と一緒にね、最後までね。それともね、自分は、まあいいよ。家臣はいいわ。アスカにいつもやられようと。まあ、家臣と、ある程度はつるんで、あとは、僕の方に戻ってきてね、一緒にこう山をね、回るような感じになるのか、どういった動きをするのかわかんないんですけど、まあただね、本領期、10月から始まるね、有害鳥獣駆除、ね、これキーマンはね、確実に家臣ではなくね、力であることはね、間違いないので、ね、まあ力のね、動き、活躍にね、期待したいところですね。ちょっとすみません、残ってますけど、ちょっと一旦別なやつに行きます。ね、ということで、ランダー46個さん、いつもありがとうございます。で、猟犬時計ということで来ております。でね、すみません、雨が降りそうなんでね、ちょっと急ピッチでさせてくださいね。これですね、初追い犬ですね。いつもの初追い犬、これ初めてじゃないかな、野良猫さん。ね、猟犬に対して野良猫さんからいただきました、ありがとうございます。猟犬時計ということでね、こちらね、野良猫さんから来ておりますね。たまにうちの庭にも野良猫さんが遊びに来てくれますね、ありがとうございます。じゃあ早速行っちゃいますかね。お、立ち上がった、クラー、今のいいの？そういうことだよ。うん、そういうパワーと巣は何かな？それに座るんじゃないんやけどね。はい、もうペロンチョはいいって思わすとはもう。そう。だけど、家臣もね、スイートマウスをね、覚えたんや。うん。そういうことなの、そういうこと。そういうことなの。こうペロペロ。ペロペロっとしてもらわんとね、うん、決して下ネタではないですけどね、うん、そう、ペロペロっと、それでいいのだよ、そう、上手になったな、うん、なのでね、僕がね結構広角じゃない、画角が狭いんですよ。画角が狭いのでカメラをぐっと後ろに下げないといけないんですよ。なので僕あんまり映さないようにするには僕が離れないといけないので、ですので結構苦しい。もういいってアスカはもう癒し、もう座れ。なので GoPro とか、長岡さんありがとうございます。GoPro とかっていうのは別にいいんですけど、iPhone とかがね、結構画角が狭いんで、ちょっと辛いんですよね。こちらもね、猟犬リキへということで来ております。あ、
こちらもね、野良猫さんから来ております。ありがとうございますね。野良猫さんから魚のねジャーキーをいただいております。そういうことですね。座れ。あれ、いつの間にかポジション入れ替わったね。座れ。いつの間にかポジション入れ替わってるよ。いいね。なんか落ち着いとうね、今日は。いいけどね。すごくいいけどね。いいよ。なんかね、逆にこんなにお利口だと、なんかみんな面白くないんじゃないですか？こうね、アクシデント、ハプニングが欲しいっていう感じじゃないですか？ね、アスカもね、ちょっと大人になってきたっていうことですよね。そんな感じでございますよ、ね、よし、はい、ね、はい、アスカ、はい、はい、リキ、はい、よし、はい、ありがとうございます。こちらでね、最後になります。数少ない、よりより推しの方からかと思います。どなたかな、ちょっと待ってくださいね。あ、野良猫さん、あ、マジっすか。札幌を遅れず、残念です。ほう、札幌推しなのかな、この野良猫さんは。マジっすか。こちら。野良猫さん、ありがとうございます。マジっすか。もうびっくりした。すいません、まさかと思ってたんですよ。まさかと思ってたんですけど、そのまさかで野良猫さんでした。すいません、ありがとうございます。マジっすか。すいません、ここは送り状が貼ってあったんで、払いたらこんなになっちゃったんですけど、ちゃんと届いてます。ありがとうございます。野良猫さんですか。はじめましてですか。もしかしてそれともちょっとね、お名前変更された方かもわかんないんですけど、いずれにしても本当ありがとうございます。はい、ということでね、あとちょっとね、こちらありますよ、ね、こちらをね、与えて、本日のね、お利口さん的なね、ジャーキー揚げ動画をね、本日ね、終了したいなと思います。ね、座れ。うお、早い。あすか、早い。アスカ早っ。歌詞が下手くそだな。ちょっと空中戦行こうか。空中戦、はい。あれ？あ、それは苦手なんだ。ちょっとキャッチボールするような感じがあるのかな。あ、座れ座れ。親方が投げるよりも早かったよ今。いやね。あ、はい、あ、リーチ、あ、はい、座れ。はい、ということでこちらランラン46さんでした。ありがとうございました。はい、ということでいつもありがとうございます。10月ね、いよいよ漁期始まりますね。皆さんね、楽しみにしておくと同時にですね、応援の方も合わせてよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。お、始まったか。